ランボルギーニ S センツ SCV-12 はイタリアの自動車メーカーであるランボルギーニが開発したスーパーカーである。ランボルギーニのモータースポーツ部門であるスクアドラ・コルセが開発したサーキット走行専用車である。2021年の上海モーターショーでワールドプレミアされた。往年の名車、ヨータやディアブロ GT-R の遺伝子を受け継ぐモデルでランボルギーニによれば、 同車史上最もパワフルかつ、最後の自然吸気エンジンを搭載する車種になるという。アベンタドール SVJ と同型の最高出力 830PS を発生する 6.5LV 型12、気筒エンジンを搭載しているが、トランスミッションを後方に取り付けるため180度、回転した状態で搭載している。フロントフードのデュアルインレットとセンターリブによって、気流が、 ルーフに取り付けられたエアインテークへと流れる構造となっている。これによってエンジン内のエアコンプレッサーの空気圧が高まり、車速が増すにつれてエンジン全体の空気の流れが増加し、出力が向上する仕組みである。また、排圧を減らすために独自のエキゾーストチップを装着している。トランスミッションはリアサスペンションへのダメージを軽減するために、 アベンタドール SVJ とは異なり6速 MT を採用している。駆動方式は現在のランボルギーニで V12 エンジンを搭載している。他の車種とは異なり後輪駆動を採用している。パワーウェイトレシオは1.66である。FIA の耐久試験を金属以外で初めてクリアしたカーボン製モノコックを採用。FIA の安全規定に応じて開発された初の ランボルギーニ社となった。エクステリアはプロトタイプレーシングカーにインスピレーションを受けた攻撃的なデザインとなっている。フロントスプリッターと巨大なリアウィングにより時速2 4 9トルで1 2 0 0ラムのダウンホースを生み出す。この数値は従来の GT3 レーシングカーと同等である。ブレーキはブレンボ製のキャリパーを装着しフロント19インチ。 リア20インチのマグネシウムホイールにピレリのレーシングスリックタイヤが組み合わせられる。40代の限定生産で2020年12月に納車が開始された。車両は本社工場の近くに建てられた個室タイプの車庫に保管され、オーナーはセキュリティカメラに接続された専用のアプリを通して24時間車を監視することができる。 ランボルギーニがオーナーの要望に応じて車両の配達を許可するシステムとなっている。マセラティ m c 1 2コルセア、フェラーリ XX プログラムの各車種なども同じシステムだがランボルギーニはオーナーの希望でいつでも車両を持ち帰ることができるようになっている。行動を走行できないためオーナーが車両を移動させる手段を持っていない場合、FIA クラスのトラックでの輸送。 車両のメンテナンスなどを依頼することもできる。エッセンツ SCV12 のオーナーは、ランボルギーニスクアドラコルセドライバーズラボにて、ランボルギーニのレーシングドライバーの練習に近いフィットネストレーニングプログラムが体験できる。2021年に開始されたこのプログラムは、ルマン24時間レースで5回優勝したエマニュエルピロやスクアドラコルセのファクトリードライバーであるマルコマペリもサポートしている。 また、本社のみで行われるワンメイクレースも予定されている。ありがとうございます。